あのスローという、ね、常にこう分かりやすい中にこう質を求めて、クロートと素人を素人に出して、ね、音楽にも、うん、まあ別にし、言葉を選んでいるなんか言葉出るかと思うんですね。何て言うんですかね、聴衆の方々、一般ばかり聴衆の方々と、こういわゆるクロートとかね、あのパソコン作るやつじゃないですか、クロートと。クロードと呼ばれる人たちにも、まあね、組み合わせるようなそういうのを考えしていて、で、まあ、それ、まあ、だから何でしょうね、まあ、とりあえずその究極に分かりやすい部門をクリアしてくれるのが今のような曲じゃないかなと勝手に思い込んでおります。では次に聴いていただくのは今度はオリジナルの、ベネズエラワルツ1番です。でそれでですね、さっきのギター弾いてたのなんか変な形の楽器を弾いてるって気づきの方も、まあ、気づかない方はいないと思うんですが、この楽器はですね、ベネズエラの民族楽器、クワトロと言います。弦が4音ですから、クワトロという。本来何音か名前ですね。あの南米にはトレスとか、ね、シンゴとか、ね、3とか5とか4とかっていう名前があるんですね。まあ、ではじゃあ、聴いてください。ベネズエラは実際1番。これもオリジナルです。